どうもアヌビスです。今回の動画は買ってよかったシャーペンランキングということで、10本のシャーペンを早足でご紹介させていただきます。このランキングは僕のペンの使用頻度や書き心地をベースに、2022年までに買ったシャーペン、過去のものすべて廃盤を含めた工房系の木軸以外のガチランキングとなっていますので、前年度のランキングとは順位が大きく異なると思います。その他多機能ペン、ボールペン、万年筆などのランキングも別で作りますので、ぜひ合わせてご覧いただければと思います。それぞれの商品のリンクや詳細のレビュー動画は概要欄に貼っておきますので、よろしければチェックしてみてくださいね。本題に入る前に、 Hero TV では新商品から定番や廃盤のペン、万年筆や木軸、ペンケースなんかもメーカーに忖度がない徹底レビューをしていますので、文房具に興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速参りましょう。2022年版買ってよかったシャーペンランキング第10位の発表です。第10位はこちら、プラチナ万年筆プロユース1500。残念ながらこちらのペンはすでに廃盤となってしまっているのですが、名品と言えるほどのペンです。軸は総アルミ削り出し、コロンとした可愛らしいフォルムで手の中で収まりがよく、この全体的に丸みを帯びた独特なデザインから通称ツチノコと呼ばれて愛されてきました。波状のグリップは指に優しく太めで握りやすく、小さめのクリップは筆記時に邪魔にならないところもとても気に入っています。そして何といっても書き心地がとてもいい。絶妙なサイズ感と重心バランスの良さ、個人的には火の打ちどころが見当たらないお気に入りのシャーペンです。続いて第9位の発表です。2022年版買ってよかったシャーペンランキング第9位はペンテル万年シルケリー。価格は税込み1650円。非常に高級感あふれるこちらのペンは、その名の通り万年筆とペンシルを組み合わせて万年シルと名付けられたキャップ式のシャーペンです。キャップを外した状態でも使用できますが、キャップポストした状態でもそのままノック可能です。カラバリも豊富で限定色も多いので好みで選ぶことができますが、僕が特におすすめするのがこちらの 0.7mm。 0.7mm は海外限定となっているのですが、 0.5mm とは滑らかさが違います。ペン先のブレもなく書き心地がいいですし、とにかくかっこいいおすすめの一本です。続いて第8位の発表です。2022年版買ってよかったシャーペンランキング第8位はペンテルタフ。価格は税込み385円。こちらは2001年にペンテルから発売されたシャーペンです。このペンは結構使い込んでるんですが、最大の特徴は全長 30mm のツイスト式の消しゴムが搭載されていること。僕はシャーペンについている消しゴムは通常使うことはないのですが、このペンの消しゴムは買い足しながらかなり使いました。これだけ大きいとよく消えますし、罪悪感がないというか、がっつり使えちゃうんですよね。もちろんこのペンの魅力はこれだけではなく、めちゃくちゃ書き心地がいいんですよ。この昔ながらのラバーグリップもすごく握り心地がいいですし、とても滑らかに筆記できます。このペンには B 以上の濃い芯を入れて書くと本当にやばいです。なんでこんな書き心地がいいのかな。実用性が高いペンテルタフは第8位にランクインです。続いて第7位の発表です。2022年版買ってよかったシャーペンランキング第7位はパイロットザ・ドクターグリップ。価格は税込み990円。こちらは2022年の12月に発売されたばかりのシャーペンです。人間工学に基づき疲れにくく設計されていて、フレフレ機構が搭載されている、振るだけで芯が出てくるシャーペンなのですが、そのフレフレ機構にオンオフの切り替えがついて、さらに完成度が高まったモデルとなっております。初代の毒グリをベースに作られているので、グリップは2層構造ではなく少し固め、その書き心地の良さは健在です。長時間筆記する際におすすめのザ・ドクターグリップは第7位にランクインしました。続いて第6位の発表です。2022年版買ってよかったシャーペンランキング第6位はロットリングティッキー RD。 価格は税込み550円。こちらは2008年に発売されたシャーペン。ペン先が円柱で、上に向かって徐々に三角に変わっていく独特な樹脂軸。特徴的なデザインのラバーグリップは握りやすく、
軽くてシャープな書き味が心地いいシャーペンです。ティッキーは空張りも豊富なのも嬉しいところですね。ロットリングといえば製図用が人気ですが、僕は製図用シリーズよりもこちらの方がしっくりきます。ロットリング、ティッキー、RD は今回は第6位とさせていただきました。続いて第5位の発表です。2022年版買ってよかったシャーペンランキング第5位はペンテルグラフギア1000。価格は税込み1100円。ヒーロー TV を長く見てくださってる方はここでグラフギア1000が出てくるのは驚いたかもしれませんね。だって僕の一番のお気に入りのペンですからね。使用頻度だけで見ると確実に1位なのですが、好きという気持ちを取っ払って書き心地を重視して厳選しているガチランキングですので、今回はこの順位とさせていただきました。製図用の弱点でもあるガイドパイプをワンタッチで収納でき、重心は中央で、筆記時に手に当たらないクリップ、ラバー付きのローレットグリップは滑りにくく安定感があり、とても書き心地がいい。ペンテルグラフギア1000は僕が一番好きなシャーペンです。もうね、この辺りからは僅差です。どのペンが1位でもおかしくはないんですが、次は第4位の発表です。2022年版買ってよかったシャーペンランキング第4位はステッドラーヘキサゴナル92577バージョン0。価格は税込み2970円。まあ、厳密に言えばこのペンは視聴者さんにプレゼントしていただいたものなのですが、こちらは2022年の12月に発売されたばかりのシャーペンで、全体的な完成度が非常に高いです。見た目もかっこいいですし、六角形の金属軸の上からラバー塗装が施されていてグリップ力が抜群。メーカーが本気で作ったと言っているだけあって書き心地が非常に滑らかなんですよ。僕は正直92535の完成度が高かったので、それを超えてくることはないだろうと思ってたんですよ。でもそこを超えてきてくれたのは本当に嬉しかったですね。とても気に入ってるので定番色も購入する予定です。本当に素晴らしいシャーペンだと思います。続きまして第3位の発表です。2022年版買ってよかったシャーペンランキング第3位はパイロットフレフレ GP。 こちらは1992年に発売されたシャーペンで、残念ながらすでに廃盤となっています。1978年に開発されたフレフレ機構が搭載されていて、振ると芯が出てきます。ノック部は蛇腹になっていて、もう結構古いのでバネが弱くなっているからなのか、独特な浅く重いノック感になってるんですよね。ここも個人的に面白いなと感じるところです。重心は中央、グリップは握りやすいですし、素材はラバーっぽいんですがエラストマーなのかな、ベタつきがなく固めでホコリもつかないんですよ。で、肝心な書き心地は製図用では味わえない柔らかなタッチで滑らか。パイロットフレフレ GP は今回は第3位とさせていただきました。それでは次は第2位の発表です。2022年版買ってよかったシャーペンランキング第2位はカベコ、カベコスペシャル。価格は税込み5500円。文房具好きの間では紙シャーペンと呼ばれる高級シャーペン。買った当初は半信半疑でしたが、僕自身も実際に使ってみてこの圧倒的に滑らかな書き心地の虜になりました。確かに値段相応の素晴らしいシャーペンなのですが、学生の方にとってはなかなか厳しい価格帯ではありますね。最近はノックキャップの単体販売が開始されましたが、パーツも高いんですよね。レトロでかっこいいシンプルなデザイン、細かいところまで作り込まれた質感の高さ、程よく重たさがあって中央に重心を置いたバランスのいいシャーペン、カベコスペシャルは今年は第2位とさせていただきました。それではいよいよ第1位の発表です。2022年版買ってよかったシャーペンランキング第1位はパイロット S20。 価格は税込み2200円。こちらのシャーペンも文房具好きの間で定番の書きやすいシャーペンとして認識されています。樹脂顔真カバ材が使用された木軸は温かみがあってサラサラと手触りが良く、少しくびれて握りやすくなっているグリップ、書いていて手に当たらないクリップ、価格、質感、バランス、書き心地、トータルバランスが非常に優れた万人受けする完成度の高いシャーペンです。カベコスペシャル同様、
使ってて書くことがとても楽しくなるんですよね。使い込めば使い込むほど経年変化していいツヤが出てくるところも長く使い続けたいという衝動に駆られます。パイロットの S20 が第1位という結果となりました。今回は2022年版買ってよかったシャーペンランキングでしたが、いかがでしたでしょうか。現行から廃盤まで新旧入り乱れるランキングとなって、どのペンも本当に好きなペンばかりですので、ランキングを決めるまでかなりの日数がかかってしまいました。素晴らしいペンばかりで本当に難しかったです。その他多機能ペン、ボールペン、万年筆のランキングも別で公開予定ですので、楽しみにしていてくださいね。それでは今回は以上となります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。